もしもし、リンボ、そっちはどうだ？ああ、もうすぐニューシエグに着く。ずいぶん早かったな。次の狙いはバンクオブニューシーグの頭取でしたっけ。大物ですね。危険がないといいけど、リンボはいつも無茶をするでしょ。大丈夫だって、いつもなんとかなってるだろ。あんたが俺に会いたいっていうのは。あなたがリンボ、あのあ、これから弁護を頼もうっていう相手に向かって、悪徳弁護士ってな。もう少し。あの、ここは飲食禁止よ。マジで、わりわり一気に食うわ。いや、だから飲食は。よし、もう飲食してないぞ。これでいい。何かあったら呼んで。今何時？今？16時47分だけど。街頭ビジョンでイブニングニュースが始まったのが聞こえたから。多分17時ね。ってことは、あともう少し。あなた、あと13分後にセントラルコアで死ぬのよ。刺されたのか撃たれたのかわからないけど、とにかくセントラルコアで死んだの。ジョークならもう少し笑えるやつにしてくれ。ジョークじゃないの、ちゃんと聞いて。この時間、あの場所にあなたがいなければ助かるかもと思ってここに呼んだの。悪いけど、心神喪失で責任能力なしってのは俺のポリシーに反する。そんな三流の手を使わなくても俺なら無罪にできる。お前にその価値があるならな。違うの、私はこの人、名前なんだったっけ。とにかく私はこの男でも何でもないの。私は多重人格、乖離性同一性障害だっけ。そういう方針で行きたいなら別の弁護士を。お願い、時間がないの。話を最後まで聞いてよ。あなた、映画見に行ってスクリーンに話しかけるタイプなの？映画は黙って見るけど、面白くなければ途中で席を立つことはある。いい？私の名前は。これが私の名前よ。はあ？お前の名前は、なんだっけ？ドミン。私が何を言ってるかわからないだろうけど、あなたは私の目の前で確かに死んだの。話にならないな。ほら、待って。じゃあこうしましょう。この後、ワイアットアープにあるカフェに来て。ハリー&キースっていうお店、そこで会えたら嘘じゃないって証明する。本当は俺は死ぬ運命で、お前が時間を遡ってここに呼びつけてそれを阻止した。そうよ、私にとっては再放送なの。
ご不満な箇所は、目の周りの小じわが目立ってきたんじゃないかと。でもあんまり手を入れすぎると年を取った時に汚くなるって聞いたし。毎日鏡で見る自分の顔ですよ。気にしすぎなんてことはありません。そうですね、唇もほんの少しふっくらさせてもいいかもしれませんよ。あの大丈夫、僕はいつでもあなたの味方ですよ。全身の熱傷は死後のものと考えられる。死亡前の損傷としては尺骨と頭骨、それに歯骨と中歯骨に細かい骨折が見られる。ねえ、君は火傷を負う前に骨を折ったんだね。言いたかっただろうけど、これは死因になるほどの損傷じゃない。聞いたら答えてくれるんじゃないか。あなたの死因は何ですかってさ。聞こえてないと思うなら耳鼻咽喉科、死体に話しかけて答えてもらえると思ってるなら精神科。病院行った方がいいんじゃない。悪いな、復讐の種は一粒も残すな。自分が死ぬ日を選べる奴はいないが、今日はまあマシな方じゃないか。天気もいいし、まあもう聞こえちゃいないか。弁護側の証人の発言は事件そのものへの関与を示唆するものに思えます。異議あり。今この証人に質問しているのは僕です、裁判長ではありません。隠していることがあるんですか。法廷での偽証は許されませんよ。嘘をつくのと黙っているのとでは大きく意味が違います。裁判長なら修正第5条くらいご存知でしょう。弁護人は黙りなさい。これは殺人事件の。裁判長を忌避します。なんですか。法廷侮辱罪に問いますよ。黙秘権を軽視するのは法廷侮辱罪に当たらないんですか。待たせたな、スケアクローだ。それじゃあいいニュースと悪いニュース、それからもっと悪いニュース、どれから聞く？そんなのさっさと引っ越しなさいよ。夜寝てる間に天井が抜けて落ちてきたらどうすんのさ。そうは言っても大変なの。
入居した時の契約にあれが入ってたとか入ってなかったとかで、むしろ修理費用を負担しなきゃいけないかもしれないって。あんたが住み始めた時からあの家はボロかったんだから、今にも壊れそうなのは大家の責任だっつの。引っ越し費用出してもらったっていいくらいだろうが。でどうするんだ、弁護士でもつけるのか。契約書を隅から隅まで読んでなかったのが悪いって言われたらそりゃそうなんだけどさ、でも弁護士雇うのっていくらかかるんだろう。アダムに相談すれば、私だっていくらかは金貸せるし。ダメ、私友達とは絶対お金のやり取りしないって決めてるの。こんにちは、ゼロアワーのアダム・クルイロフです。まずは今日のヘッドラインを。あいつ相当稼いでるだろうからちょっとくらいいいじゃんか。正式に起訴が認められました。なんだよそんな写真持ち歩いてんの。やったー、3人とも超かわいい。聞いてる？もしもーし。もしもーし。こちら地球、応答せよ。あ、何の話だっけ？何何？もしかして今、例の時間を遡るってやつだった？違うよ。ちょっと考え事してただけ。引っ越し費用とか引っ越し費用とか引っ越し費用。あんたのその変な能力がもっと便利だったらいいのにな。スパーンと時間を遡って今のアパートを契約する前に戻るとかさ。それができたらこんなに悩んでないよ。時間を遡ったところで自分には戻れないんだもん。気づいて、それに遡れるって言ってもそんなに前に戻れたことない。ま、便利かどうかは置いといたとしても未だに原因とかわからないんでしょ。アダムも心配してたよ、脳の病気とか。大丈夫だよ。それにこの前だってアダムが勝手に検査予約を入れて精密検査も受けたし、心理カウンセラーみたいな人にも見てもらった。ま、これに関しては私も半信半疑ってとこだけど心配はしてるんだからね。うん、ありがとう。あ、悪い、私だ。はいはい、なんだねなんだね。どうかしたの？リンボだよリンボ。あの悪徳弁護士、あいつのせいで捜査の邪魔ばっかりされるし、検察にもネチネチ言われるし、いい迷惑だ。すごい人気だよねあの人。私ずっと取材したくて追いかけてるんだ。あんたマジであいつのこと記事にしたいの？だってリンボは弱気を助けるヒーローだって言われてるよ。そこがまた腹立つのよね。うちらもさ、警察って仕事上飲み込まなきゃいけない理不尽がたくさんあるのよ。正しいことが幸せとは限らないってね。お、出たな、あんたのその哲学。ルカ。おう。ああ、モズか。珍しいな、あんたがこんなところに来るなんて。ルカに用があっただけ。ここにいるって聞いたからこれを私に。検視結果？そんなに急ぎの件あったっけ？大きな事件じゃないけど、検視は早い方が埋葬も早くできるでしょう。そうは言っても身元が特定できないことにはな。それ
早く見つけるのは君たちの仕事。はいはい、頑張りますよ。で、ああ、あんたは初めてだっけ。こちらモズ、警視局の主任で、こちら私の親友でフリーの。はじめまして。はじめまして、こんにちは。あの、いい骨だなと思って。その顔の骨格、コーカソイド系だけど、眼下の骨の形が滑らかなんだろうね。なんか素直にありがとうって言いづらいんですけど。それじゃあさよなら。変わったやつだろ。でもめちゃくちゃ天才。警視局じゃ最年少の主任なんだ。まさに死体のプロフェッショナルってところ。その言い方どうかと思うけど。おっと、そろそろ仕事戻らないとな。よし。裏。へへ、表だ。ここはお前のおごりな。あー、負けか。ごちそうさま。そういや、この後警察署来るんだっけ。確か取材だかなんだか。そうそう、約束の時間まではまだ少しあるけどね。会ったことない人なんだけど、なぜか取材の依頼があったの。そっか、だといいな。私はこの後は外に出ちゃうから、会うのは今夜かな。あ、そうだ、アダム遅刻する。あなたが弁護しているゲネット氏は明らかに黒じゃありませんか。検察側で集めた証拠をどうやって覆すんですか。あの、リンボさん。有罪だと分かっていても依頼人がやってないって言うんだったら、それを信じて主張するのが弁護士だろ。それは被告の有罪を認める発言と受け取って良いのでしょうか。いいも悪いも、真実なんかに縛られてたら弁護士の仕事なんかできないって。スローン氏はひどくあなたに憤慨していましたよ。そりゃいい、スローンに言っといてくれよ。弁護士を雇うときは一番嫌いなやつを選ぶのがいいぞ。もう一つよろしいですか。ああ、もうやめやめ、せっかくのブリトーが冷めちまうだろ。なんだ。あの、私フリーのライターであなたのことを取材。あー、ストップストップ。悪い、俺突撃取材って嫌いなんだ。あの、最近の若い記者にしちゃアナログでメモを取ろうとするのは珍しいな。俺は結構好きだよ、そういうの。リンボ、遅えぞ。悪い、外で変な記者に声かけられてさ。なんだこれ。スケアクローから渡された骨伝導型のマイクだ。耳の後ろに貼るんだってよ。ちなみに
もしもし、こちらホワイトハウスどうぞ。こちらスケアクロー、幹部良好だ。ちなみにお前たちの姿も見えている。その店の監視カメラの映像もコントロール。なんだよその気取った喋り方は。いいだろ別に、雰囲気だよ雰囲気。この方がそれっぽいじゃん。なあボス、やつはちゃんと来るのか。もうすぐ店に着く。あいつ、そう、彼女から連絡もあった。それに奴は焦ってる。俺たちを頼るほかない。はいはい、彼女ね。お待ちしましょう。いらっしゃいませ。何名様でいらっしゃいますか。今回のターゲットその1、下っ端ギャングのオーランドさんの子。よう、オーランド。今日はまた一段といいよ。ゆっくり喋ってる状況じゃねえことはスケアクローにもう説明。落ち着けって。俺だって仕事を引き受けるからには知るべきことは知って お前は俺が浮かれてる状況を分かってねえ。落ち着けって。ほら店の中みんな見てるぞ。俺は落ち着いてる。落ち着いてない。いや落ち着いてる。ねえ落ち着いて。いいか、オルテガはギャングどもの金を洗ってる。俺はそいつの下で働いてその金を盗んだんだ。オルテガからもギャングからも命を狙われてるんだぞ。だってオルテガは銀行の頭取だぞ。そんなのが相手となると俺も緊張しちゃうからな。不安。警察なんか当てになるかよ。裏じゃギャングとだって繋がってるような奴らだ。ま、俺たちも善人とは言えないけどな。お前らは金さえあれば動く。そうだろう。悪党のくせに言ってくれるね。なんか同類にされたみたいで気分悪いな。ま、否定はしないけどな。でも金だけじゃ動かない。分かってる。オルテガの情報だろ。これがオルテガが洗った金とその取引先の情報だ。どれどれ。なるほど。これは今スケアクローに送った。今受け取りましたよ。データの残り半分はお前らが用意する新しいパスポートと航空券を俺が受け取ってメキシコに。まあいいだろう。金はどう。前金はすぐに送金する。残りは現金でこの女に持たせる。分かった。じゃあパスポートはその時に交換だな。お嬢。いいか、気を抜くんじゃねえぞ。オルテガは殺し屋を雇ってる。俺は命を狙われてんだ。それじゃご機嫌。バイバイ。バンクオブニューシーグの頭取がマネーロンダリング。他人のスキャンダルを暴いて金を儲けるのは気持ちがいいな。おいスケアクロー、お前もたまには顔出したらどうだ。引きこもってばかりじゃ体に悪いだろ。俺は裏社会のボス、影で全てを支配する男だ。なんだなんだ。ちょっとしっかりして。何があった。外に出たところで急に車が近づいてきて。かっ、死んでるよ。殺し屋を雇ったってのは本当だったみたいだな。ほら俺やっぱ外出なくてよかったわ。ああもしもし、警察。ホテルホール G の前で人が死んでます。バンクオブニューシーグの頭取ともなれば腕のいい殺し屋を雇うだろうな。俺らが絡んでるのもバレてるだろうし、あんたも気をつけろよ。心配いらない。俺がいるのは完璧なセキュリティの要塞。ちょっと待て、別の通信が入った。毎度ご注文ありがとうございます。タートルピザの配達です。番号なし。逃げられると思うなよ。次はお前だ。まずは名乗ったらどうだ。わかってるだろ。こっ、いらっしゃいませ。すみません、テイクアウトでエスプレッソのトリプルショットを一つお願いします。アレックス、どうしたの？あ、もしかしてまたカルメンさんのお使い？
当たりです。徹夜明けらしくてエスプレッソのトリプルショットを頼まれたんです。お仕事中ですか？ちょっと悩んでるところ。何を悩んでるんですか？ニューシーグトデイにいる先輩にね、どんな記事を書きたいのか自分の中で方向性を持てって言われたのよ。へえ、それで、あなたが書きたい記事って、どんな…この町の犯罪についてかな。事件の記事ってことですか？うん。ああ、でもね、一面を飾るような事件っていうよりは、誰もがどこかで関わっているようなことっていうか…どこかで関わっている。ニューシーグは不法入国者が多いって、よく問題視されるでしょ。みんなその事実は知ってるのに解決はしない。難しい問題ですね。不法入国者は文字通り不法でしょ。法律を守ってないし、税金でもいろんな事情があったり、そういう人たちの弱みにつけ込む人がいるのも問題だと思うし、ほら、いろいろ思いつくのに、こういう社会問題を切るっていうよりは、みんなが考えるきっかけになるようなコラムとか書けるようになるといいなって思って。あなたのそういう視点、僕…あ、そう？うん、なんかいいアイディア浮かびそう。見えてきたじゃないですか、記事の方向性。そうだね、アレックスのおかげだ。お役に立てたならよかったです。